久保さん、トーマス・エイジソンに行きましょうか成功できる人というのは思い通りにいかないことが起きるのは当たり前という前提を持って挑戦していると成功できる人というのは思い通りにいかないことが起きるのは当たり前という前提を持って挑戦しているとまあこれねあの僕あのなんだユニクロの柳井社長今会長なのかなまあその人が一生休杯みたいな本出してるんですよ いやあのユニクロのトップが一生,一生しかできないのかみたいなね。<laughs> まあでもこのことですよね。うん。なんかその10個やって1個当たればいいよぐらいの感覚なんだけども、なんかみんな10発中10個当てないと気が済まないというか、うーん。まあ全部うまくいくわけないので、うん。だからそれを、だからこの前提っていうのはすごい大事で、それを前提持ってると楽ですよね。 な次次次次っていう。うん。だから僕もずっと商品売ってますけども、さすがに最近はちょっとね、うん、さすがに売り続けてきてるんで、でもまだあるね。うん。あの、外れたらどうしようとか、でも外れたら外れたでまたやればいいやって被かぶせていけばいいやっていう話なんで、もうだからそれがすり込まれてますよね。うん。もし10個売って、 10個の商品売って1個も売れなかったら11個目出せばいいやっていう話ですよね <laughs>。だから、とりあえず売れるまでやるっていうね。てか、売れるまでやらないと僕飯食えないので、まあ、ひたすらやるんですけど、なんか1個ダメでああとかね。<laughs> 2個ダメでああとかね。結果が出るまで続けるっていうね。結果が出るまで徹底的にやる。で、結果が出るように思考を改善していく。工夫していく。例えば商品、まあ僕なんかオファーを変えるとか、価格を変えるとか、 価格を変えたりとか、レターを変えたりとか、セールスの仕方を変えたりとか、売る相手を変えたりとか、ターゲットを変えたりとか、ピンポイントでセールスしたりとか、電話したりとか、対面したりとか、セミナーしたりとか、電話クロージングしたりとか <laughs>、もうありとあらゆる手段をやりますよね。とにかく結果を出すために。これがダメだったらあれ、あれ、あれ、あれっていう。うん。でもみんななんか、一個やってダメだったらダメみたいになっちゃってるんで、まあ、そんなんうまくいかないですよね。 言ってらっしゃいいですね。